ダビド・セバスティアン・クレメント・ロゼフナルは、チェコ・オロモーツ・シューシュテルンベルク出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。地元クラブである TJ ソコル・コジュシャニのユースを経て、SK シグマ・オロモーツで、プロデビュー。2003年にジュ・ピラー・リーグのクラブブルフヘイ遺跡。翌年には、ユーロ2004のチェコ代表のメンバーに招集され、 チームは準決勝まで進出した。ベルギーでの初年度で国内カップを翌シーズンにはリーグ戦を制した。2005から06シーズンによりリーグアンのパリ・サンジェルマン FC に4年契約で移籍。翌シーズンにはマリオ・ジェペスと共にセンターバックのレギュラーを務め、クラブの年間最優秀選手に選出された。シーズンオフには ボルシアドルトムントから移籍金270万ポンドのオファーを受けるがクラブはこれを拒否した。同月29日、290万ポンドの移籍金で、プレミアリーグの入滑するユナイテッド FC と4年契約を締結した。出場時愛数に応じて20万ポンドが追加で支払われる。タイタス・ブランブルやクレイグムーは、オ口チオニエウラ守備陣を放出したサム・アラダイス率いるクラブにとって、 ジョーイ・バートンとマーク・ビドゥカに次ぐ3人目の補強となった。8月11日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦でスタメンに名を連ね、リーグデビューし、3から1の勝利で飾る。2008年1月31日、グリエルモ・ステンダルドをユベントス FC に放出していたセリエ A の SS ラチオにシーズン終了まで期限付き遺跡。ローン中は7試合の出場にまったが、 シーズン終了後に買取オプションが行使され、完全移籍となった。2008から09シーズンは、レギュラーとして、リーグ戦28試合に出場した。2009年7月29日、アレックスシューバが、全十字人体断裂で、長期離脱となっていたハンブルガー SV へ3年契約で、加入。ブルーのラッパディア監督の元ポジションを確保したが、翌年8月には、 不安定なパフォーマンスを理由に新監督であるアルミン、フェイの構想外となった。同年8月31日、シャルケ04へ移籍したニコラプレスタンの後釜として、リールへシーズンローンで加入。クープ・ド・フランス決勝ではフルスである PSG と対戦。1から0で勝利を収めクラブ史上初となる、同大会のトロフィー獲得に貢献した。翌シーズンより完全移籍し、 引き続きルディがアルシアの指揮を受ける。2014から15シーズン限りで、スタッドピエール・モーロワを去ることが発表された。2015年6月29日、キロボルト・オーステンレと1年契約を締結し、ベルギーに復帰した。シーズン終了後には契約延長オプションが行使され、2017年6月5日には1年間の新契約が発表された。 2018年4月4日に、プロとしてのキャリアに終止符を打ち、兄弟のマルクがプレーし、チェコ7部リーグに所属するフルスソコル・コジュシャニエ加入。同月9日に、同クラブデビューとなった。SK シグマオロモーツでの活躍が認められ、2002年の UEFAU-21 欧州選手権に、向けた U-21 チェコ代表に招集され、 同大会優勝メンバーの一員となった。2006FIFA ワールドカップ本大会グループリーグの前3試合に出場したが、チームは決勝トーナメント進出はならなかった。UEFA 欧州選手権には2004年大会及び2008年大会に参加している。1 9 1トルという高身長ながら、フィジカルだけでなく鋭い、読み、さらには統率力も合わせ持つセンターバック。 足元のテクニックもあり正確なフィードを前線に送ることができ、カウンターの起点ともなれる。若干スピード不足気味なのが弱点。2007年10月3日、妻ペトラとの間に長男ルカが誕生している。ありがとうございます。